は、日本の海軍軍人。海兵36期。太平洋戦争初期から中期にかけて第1航空艦隊を呼び、第3艦隊司令長官を務めた後、サイパンの戦いで自決。死後1階級特進により、最終階級は、海軍大将。肖像位、久ミット港一級。百八十七年三月十五日、山形県南大玉軍。 米沢忍部長で、軍役書記の父、南雲修造と母、心座の次男として生まれる。六人兄弟姉の抜士であった。父の修造は、旧米沢藩士であり、藩では五淵方でもあった。米沢神城中学工場館を経て、1905年海軍兵、学校36期に入校。海軍兵学校では3号、2号生徒で、 それぞれ学術優等賞を授与された。1908年、海兵36期を191人中5番の成績で卒業。海軍将位候補生となり、巡洋艦、僧や乗組。海軍中尉時代の若き頃の長も1918年12月1日、海軍大学校の公師学生18期生となる。 1920年海大公主第18期を自席で卒業。1920年12月1日海軍少佐に昇進。シアトル訪問時のナグモ1930年頃、ナグモは艦隊派の論客として知られ、山本56や井上成美と対立し、その政治的な活動は外部にも知られていた。1930年に開催された。 ロンドン組宿会議の後、南雲は、山下智彦らと同郷の先輩である、佐近寺正造を含む、条約派に辞職を迫り、後の大津の人事に関係している。1931年10月10日、軍令部第1班、第2課長に就任。第2課長時代、伏見宮弘安大軍令部総長の赤坂園誘会で酒に酔い。 外国武官や家族たち300名の前で池に、放尿したことがあり、目撃した中瀬祖は、行転したという。南雲が条約派の堀定吉を予備役に追いやり、堀と親睦が深かった、山本56は、第二次ロンドン海軍軍縮会議予備交渉に、参加中でそれを阻止できず、南雲を許さなかったという主張もあるが、海軍報道部部員として、 海軍時間時代の山本に3年間接した松島慶造は当時の南雲にそのような実力があったか疑問であり、また山本もそこまで強硫の人物ではなかったと語っている。軍令部の権限拡大を図った軍令部令及び勝負五章規定改正では海軍省軍務局第一課長の井上成美と激しく対立し、 主記を帯びて、井上に対し、貴様なんか殺すのは何でもないんだぞ。担当で脇腹を、ザクッとやればそれっきりだと発言した。1932年、5.15事件を受けて、南雲が作成した、5.15事件の解決策と、題する文書には、被告の死刑、または無期を避けること、ロンドン条約に盗水権看板の疑義を生じさせた。 重要責任者に適当な処置を取ることなどを求めている。ただしこの文書がどのように使用されたかは不明である。1933年頃、ナグモは日本のロンドン海軍軍縮条約からの脱退を求め、連合艦隊の各艦長、航空隊司令らの署名を集めた。この署名は加藤幹事の思想があったという見解もある。この署名は 最終的に、海軍大臣、大隅峰夫に提出された。この署名の写しは、伏見宮広安王に提出され、伏見宮は、懸念を示し、加藤及び当時の連合艦隊司令長官、末次信政に注意を与えている。1935年5月、土佐沖で、 戦艦戦隊と、アリチジュゴロ少将が指揮する、第二水雷戦隊との演習があった際、名雲が艦長を務める戦艦、山城と慶樹二王艦、人数が衝突しかけた。板倉光場によれば、連合艦隊兼第一艦隊参謀長、近藤信武が取りかじをする、要蓮子、すると、名雲は、参謀長には指揮権はない。と大勝、山城は、 おもかじに転出して両ょは、衝突を免れたという。1936年7月、板倉光場は同期生9名と佐世保の料亭で、クラス会を開き、混雑していたため芸者を借りようと、奥座敷で飲んでいた、名雲ら高級商工たちのもとに行った。名雲は、板倉を一括したが、その後は、 いたくらら若手将校たちを宴会の席に招いてはしゃいでいたという。1938年11月15日、第3戦隊司令官に任命。正木女ジョトラ参謀の手記では、名雲は部下への教育は厳しかったが、基地では、芸者が5から10人も面会に訪れ、また運水が押しかけることもあり、司令官としては、異色だったという。着任当初、 信号兵に艦隊運動の命令だけを出して、南雲司令官に報告したところ、現場を確かめろと叱責されたという。また、南雲は、主号で喫煙家だったが、旅行に同行した者が酒が苦手で喫煙しないと、玉の禁煙は帰って体にいいだろうと、自身も酒も飲まず、タバコも吸わなかったという。南方作戦1941年4月10日、南雲は、 第一航空艦隊司令長官に捕食され、皇居で親保式を行う。この人事は、前海軍大臣、吉田前後と連合艦隊司令長官、山本56によって決められた。候補には、小沢寺三郎もいたが、官令により、年功序列で、南雲に決まった。山本は扱いづらい小沢より、航空三棒をつければ制御しやすい南雲を、 司令官に選んだという意見もある。参謀長は、草加龍之助少将。名雲長官は航空に関しては素人であり、草加参謀長は、航空参謀、現田ミノル宇佐を評価し、検索を入れたため、一航館を、現田艦隊と呼ぶ声まであった。現田は、第一航空艦隊では名雲が訓練においても、 自ら総監の指示を出したことが、雷撃隊の技量向上に貢献したと述べている。第一航空艦隊は、真珠湾攻撃の研究と実行を命じられたが、ナグモは、懐疑的であり、機動部隊による、ハワイ作戦は、投機的すぎるとして、南方作戦優先を主張していた。9月中旬の海軍大学校で行われた、頭上演習で、 日本軍は戦果を上げたものの空母3隻が撃沈判定となり、連合艦隊参謀長、宇垣間まとい少々の判定で撃沈は取り消された。山本56は、ナ雲の肩を抱き、ああいうことは人によっていろいろ意見があるからね、必ず起こるということはないよ、とナ雲を励ましている。1941年11月上旬、連合艦隊司令部や、 各艦隊司令官が集まった最後の会議で山本は日米交渉が成立した場合直ちに反転せよと命じた。南雲は出動後に引き返すことは実際問題として無理です。それは式にも大きな影響がありますと述べ航空隊指揮官からも出かかった小弁を途中で止めるようなものでできないとの意見が出た。すると山本は 100年兵を養うは、1日のように、当てるためだ。もし、この命令の実施が不可能なものは、直ちに辞表を出せと声を荒らげた。真珠湾攻撃までの道のりは燃料について問題があったが、それを解決するため軍務局の暗黙の了解を得て、南雲は、自身の責任において、軍機違反である過剰な燃料の搭載を行い、解決した。 真珠湾奇襲の重責を担った南雲は、機動部隊出撃後に、偉いことを引き受けてしまった。きっぱり断ればよかった。出るには出たが、うまくいくかしら、などと草加に内心を語っている。草加が励ますと、南雲は、君は、楽天家だね。羨ましいよと微笑したという。草加自身は、南雲が、作戦の行く末を非常に心配していることを知り、 これが長官と参謀長の違いでもあろうと語っている。ただし、マグモは、しかし、一旦引き受けたからには、全力を尽くす覚悟であるとも述べている。真珠湾攻撃時には、思いのほか、海が荒れ、草加と、現田は雷撃隊の発艦を危ぶんで爆撃隊のみの、発進を決定しかけた。すると雷撃機搭乗員が、空母、赤城環境に押し寄せて、猛烈に抗議。 なぐもは、お前たち、このローリングでも、魚雷を抱えたまま、見事発艦できるかと隊員たちに聞き、やれます。との返事に対して了承、草加参謀長に、参謀長、いいではないか、出してやろうと言った。1941年12月8日、太平洋戦争壁頭のハワイ新寿安攻撃で、アメリカの戦艦4隻を、 撃沈二隻を大破させ、アメリカ太平洋艦隊を行動不能にする大戦果を挙げた。帰還した、攻撃隊隊長、淵田光雄中佐から南雲と草加が報告を受けた。敵の反撃の可能性があることを知った南雲は、動揺した。南雲は、初めから、反復攻撃は行わないと決心しており、攻撃後は、三河軍一から再攻撃の武心があったが、南雲は、 草加の震源もあり予定通り離脱した。第二航空戦隊司令官、山口多門少将は、第二撃準備完了と信号を送ったが、意見具信を進められると、山口は、南雲さんはやらないよと言って、意見申請はしなかった。連合艦隊司令部では、山本五十六大将に、参謀の数名が、再度の攻撃を第一航空艦隊司令部に、 催促するべしと進言したが、山本は、ナグモはやらんだろう。機動部隊指揮官に任せようと答え、再度の攻撃命令を発しなかった。山本は、空母の喪失を引き換えにしても戦争を終わらせる。ダメージを与えたかったが、草加によれば、ナグモにはその真意が知らされていなかったという。連合艦隊命令は、ザイヌのアテキ艦隊を、 奇襲撃発であり、サイドの攻撃や石油タンク等を攻撃しなかったのは命令通りである。軍令部は南方資源領域攻略作戦を終えて、迎撃作戦の準備が整うまで米艦隊主力を抑え、かつ敵減災を本作戦の主目的としていたため、ナグモを一撃のみで損害を避けた、見事な作戦指導と評価した。航空参謀の源田ミノルチュサは、 機動部隊指揮官のグ雲中将が、真珠湾攻撃で最も多くの批判を受けていることについて、グ雲中将の責任感の強さが誤解を生んでいるのではないかと語っている。12月26日、大本営にて、軍令部総長、グ雲長官、淵田光夫中佐とは、ハワイ奇襲当時の実況を創上した。その後、第一航空艦隊は南下し、ニューギニア、 オーストラリア、インド洋を転戦し、連合軍の主要根拠地を覆滅しながらの大航海をした。ラバウルカビエン攻略支援、ポートダーウィン攻撃、ザワ海総統戦などで活躍し、太平洋の制空権を獲得した。4月初旬、インド洋作戦に参加。座礁事故を起こした、加賀を除いた、空母5隻を中心に、インド洋に進出し、正論置き回では、 空母、ハーミーズを撃沈し、トリンコマリー港を爆撃する戦果を挙げた。同海戦では、兵装転換中に、英軍重巡洋艦の出現で、攻撃隊の装備を魚雷爆弾魚雷等変更する、混乱があった。インド洋作戦では、作敵機が機を失い、作敵機の回収に必要な電波を発したことで、艦隊位置を敵に暴露することになったため、ナグモや爆漁は、 偵察に必要以上の兵力を割くことをためらうようになった。ナグモの指揮する第一航空艦隊はインド洋作戦までに多くの戦果を上げながら航空機の被害は軽微であり、艦艇の被害は一隻も出さなかった。史上類のない連続的勝利を記録し、ナグモ艦隊は世界最強の機動部隊となるが、連戦連勝から疲労と満身が現れていた。 連合艦隊司令部幕僚は、南雲と草加に批判的であり、山本五十六に南雲の交代を要望したが、それでは南雲が悪者になると却下された。第二航空船隊司令官、山口多門少将は、長官は一言も言わぬ、参謀長、千人参謀等どちらがどちらか知らぬが、奥空や千であると連合艦隊参謀長、うがきまとい中将に語っている。 第一航空艦隊は作戦ごとに護衛艦艇を他の艦隊から借りて、機動部隊を編成しており、部隊が艦隊として牽成化されておらず、臨時編成であったことから部隊としての思想統一や訓練に関して、ナグモは苦しんで牽成化を求め、連合艦隊も軍令部も、その必要は認めていたが、ミッドウェー海戦の敗北後の第三艦隊まで実現しなかった。 1942年4月10日、艦隊編成改定で、零歌部隊として、第10戦隊が新設されたが、まだ固有編成だけで作戦を行うことができず、6月のミッドウェイ海戦では、第1艦隊第3戦隊、第2小隊、第2艦隊第8戦隊に護衛されていた。ミッドウェイ海戦第1段階作戦の完了に、伴い、 1> 第1航空艦隊が日本に帰還すると、連合艦隊司令部の立案したハワイ攻略も視野に、置いたミッドウェイ作戦が知らされる。ナグ以下第1航空艦隊司令部や、第2艦隊司令官、近藤信武は休養と軍艦の補修、艦、航空登乗員双方の人事移動に伴う、訓練期間の必要性や、第5航空戦隊の戦力回復を待つよう、要請したが、 山本56は却下した。第五航空戦隊が一時的に引き抜かれ、南洋部隊指揮下に入る。第五航空戦隊は、ミッドウェイ作戦までに、ナグモの指揮下に戻るはずであったが、5月の35回回戦で、昇格が大破、随格も多数の航空機と搭乗員を失い、ミッドウェイ作戦不参加となった。ナグモ指揮下の空母は、第一航空戦隊と、 第2航空戦隊の4隻のみとなる。本作戦の主目標は、ミッドウェイ島攻略にあるのか、敵機動部隊の撃滅にあるのか、はっきりしておらず、連合艦隊は、敵機動部隊撃滅を重視する発言をしていたが、軍令部は、主目標を攻略にあると示し、大本営命令においても攻略が、主目標と、指示されていた。 第一航空艦隊の草加参謀長と第二艦隊の白石参謀長は軍令部で作戦計画の説明を受けたが同リットル空襲の直後だったため紹介基地の前進によって米空母による本土再空襲を阻止するものと抵抗なく解釈しミッドウェイ作戦の主目的は同等攻略との強い潜入感を得たという連合艦隊司令部は このミッドウェイ島攻撃は、奇襲に成功することを前提に作戦を立案していた。本計画における位置交換司令部の心配は、攻撃開始日が決まっているので奇襲のための軌道の余地がないことと、空母はアンテナの関係から受信能力が十分でなく、敵心防止が不十分となり、敵情がわかりにくいことであった。そのため、 一高艦参謀長の草加少将は、連合艦隊が敵状を把握して、作戦転換を指示することを、連合艦隊参謀長の宇垣参謀長に取り付けた。連合艦隊は付近に敵空母の疑いを感じ、情勢が緊迫してきたと判断しながら、甘い状況判断の放送を東京から全部隊に流したまま、自己判断を機下に知らせなかった。南雲司令部は、 敵の緊急心の増大や敵の動きが活発になったとの情報を伝えられたが、戦団部隊が出撃直後に敵潜水艦に発見されたという報告は受けていなかったため、何を意味するものか判断できず、日本の機とは察知されていないものとして、敵空母についても所在ではなく、攻略後に反撃に出てくるかを考えており、中央から放送される。 状況判断も、ナグモらの判断を裏付けるものだった。4日に、日本の別部隊による、ダッチハーバー空襲が実施され、また、戦団部隊が発見されたことが、ナグモ司令部に伝えられ、日本側の作戦機とが暴露したことを知ったが、ナグモ司令部は、同日夜半まで敵に発見されなかったので、翌朝のミッドウェイ島攻撃は、奇襲になると判断した。 1942年6月5日午前1時30分、第一航空艦隊は、ミッドウェイ島基地への空襲を開始した。ミッドウェイ島基地攻撃隊の出撃後、米艦隊迎撃に備え待機させるように、山本56連合艦隊司令から指示されていた攻撃隊に対し、ナグモは、敵上変化なければ二次攻撃隊は、第4編成をもって、 本日実施予定と予例したという説がある。一方、南雲司令部の航空参謀、吉岡忠和中佐、航海参謀、佐々部李三郎中佐、加賀野飛行長、天谷隆久、観光船人分隊長、牧秀夫は、この予例について知らないと証言している。どちらにしても、この予例では作業の開始まで指示されていないが、 作業員がある程度の準備を勝手に行う可能性はある。予例に関しては戦後確認できる戦闘商法に記載されているが、これは吉岡参謀が作成した戦闘商法から功績調査用に書き直されたもので、吉岡参謀の作成したものは残されていない。この予例が実在したとすると、第一次攻撃隊の発進直後に敵艦隊に備えて、 環状待機を命じられていた第二次攻撃隊をミッドウェー基地攻撃に向けると各艦に信号したこと。第四編成では上空警戒機は各空母3機ずつと少なくなることから、南雲司令部の作戦計画はミッドウェー基地への奇襲が成立するという判断があったという意見もある。第一次攻撃隊隊長の友長上司隊員からの 第二次攻撃の弱りの打電を受け、ナグモは、米艦隊迎撃のために待機していた、攻撃隊の兵装転換を指示した。草加参謀長は、山本の望みはナグモも爆僚もよく知っていた。事実状況が許す限りそうした。しかし、ミッドウェイ基地の敵航空兵力が我々に攻撃を、開始して摘空母も発見されていない状況でいるのか。 どうかわからない敵に半数を無期限に控えを消して、おくのは、前線指揮官にとして耐えられないことだった。後で問題だったとしてもあの当時の状況では、南雲の決定は正当だったと語っている。しかし、7時40分、南雲に7時25分発のトネ4号機からの敵艦隊発見の方が届き、7時45分に、兵装転換一時中止の命令を出す。 この発見の法を受け、飛竜の第二航空戦隊司令官、山口多門少将は、すぐに発艦準備のできる二航船の艦爆隊を発進させるように意見具信した。しかし、南雲はミッドウェイ島攻撃を終え、艦隊上空に帰還した第一次攻撃隊、約100機の着艦収容を優先させ、攻撃隊を雷装に転換することに決めた。航空参謀、 吉岡忠和少佐によれば、この判断は、司令部で、何の問題もなく決まったという。草加参謀長によれば、南雲長官は、命中率から見て、来撃の方が、はるかに有利なために、兵装転換を判断したという。8時30分に、南雲が、敵艦隊攻撃を決意した、結果、 第一航空戦隊の計15機の観光の再来層と第二航空戦隊の待機機体の対艦兵装への装備開始。それを格納庫内で進めると同時に飛行艦班にミッドウェイ空襲隊を着艦させるという慌ただしさであった。第一航空艦隊はミッドウェイと基地航空隊の空襲を撃退し、米軍機動部隊から発進した。 TBD デバステーター雷撃機の攻撃も連続ですべて撃退した。ナグモは、鈍重な機関、赤城の総艦を艦長、青木大二郎に代わって自ら行い、魚雷6本を回避している。ただし、海戦後に作成された戦闘商法によると、ミッドウェイで赤城が受けた魚雷は、TBF アベンジャー雷撃機からの2本と、 B-26 マローダー総発爆撃機からの一本のみである。航空参謀の源田中佐によれば、赤木への来撃を回避する総監を自ら指揮する、南雲長官を見て、見事な指揮ぶりに感心させられたと述べている。しかし、攻撃隊の兵装転換が終わる前に、米軍機動部隊の艦載機による急降下爆撃を受け、主力空母3隻が炎上した。 ナグモは炎上する赤木に残ろうとしたが、草からの説得で、環境全面の窓から脱出、軽巡洋艦ながらに移動した。残った、飛竜も撃破されて、自沈空母4隻を失い敗北した。その後も、ナグモは野戦を実施する規制であったが、敵空母34隻の報告を受け諦めて退避した。一交換司令部の爆料は、 なぐも以下全員で自決すべきと、千人参謀を、大石保つが代表して上進したが、草加参謀長はそれを却下し、なぐもに対しても説得してまだめた。なぐもは、ミッドウェー海戦の報告書に、未熟なパイロットは、昼間の着艦がも危なっかしく、経験者の一部も技量が低下していたこと、事前に合同訓練が実施できなかったこと、 変態爆撃訓練も実施できなかったことなどを問題点として挙げている。1942年7月14日、第3艦隊司令長官に就任。連合艦隊長官山本56大将は、南雲と草加のミッドウェイ海戦における責任を追求せず、復旧の機会を与えるとして、一交換の後継となる空母部隊である。 第三艦隊の長官と参謀長に、それぞれ、南雲と草加を就任させるように取り計らった。しかし、それ以外の幕僚はすべて下ろされ、また主官も転出させられた。通信参謀中島親行によれば、第三艦隊の南雲司令部は、千人参謀、高田と下根が、計画や作戦指導の中心だったという。 第三艦隊司令長官時代、機関昇格艦内を、風呂上がりの浴衣、草履、頭に、手拭い姿で歩いていたところ、歌詞艦に、貴様は本艦をなんと心得ている。世界最高の航空母艦だ、貴様なんちゅう態度をしているんだと咎められる。なぐもは逆に一括し、この歌詞艦を自室に招くと、貴様のような、張り切った。 看板係がいると思えば私も安心だとビールを勧めた。翌日、飛行看板に昇格前乗組員を集め、私は第三艦隊司令長官、名雲忠和でございます。帽子を取るとこういう顔と挨拶している。第三艦隊は空母6隻と第11戦隊の混合型戦艦2隻、巡洋艦4隻、ながらを機関とする。 第10戦隊の駆逐艦16隻、合計29隻の大艦隊の予定であった。1942年8月、米軍がガダルカナル島に上陸して、ガダルカナル島の戦いが始まり、8月23日に、ナグモは、第3艦隊の原油戦力を率いて、支援に向かった。当時ナグモ艦隊は、第2艦隊司令長官、近藤の武中将の指揮下にあり、 打ち合わせすら行っていなかったので、両艦隊の行動は混乱してた。ナグモは何かし空母決戦を決意していた。24日敵の爆撃があり、第二次ソロモン海戦が開始し25日ナグモは、索敵し発見した空母へ攻撃隊を出撃させた。ナグモ艦隊は、龍城から、戦闘機15機を攻撃に向けたため戦闘機9機で、敵攻撃隊迎撃に当たることになり、 龍城は魚雷を受けて沈没した。南雲艦隊は空母エンタープライズを大破させたがこれは徹夜の修理で航行し戦線離脱した。また、南雲艦隊は搭乗員の4割を失った。10月26日、第三艦隊が敵偵察機から爆撃を受け南太平洋海戦が発生した。敵空母部隊を発見できずなんか。 北上を繰り返していた際、連合艦隊司令部からの南下命令を受けた。この後南雲は、反対していた、三謀長、草加龍之介を説得して南下した。艦爆隊、石丸豊隊が、米空母、ホーネットの艦艦に体当たりし、行動不能に追い込み、空母、エンタープライズを中破、戦艦一隻、巡洋艦一隻、駆逐艦一隻損傷という戦果を挙げる。 しかし、ナグモ艦隊も、米艦載機、SBD ドーントレス級効果爆撃機の攻撃で、空母、昇格、随宝、巡洋艦、チクマが、中破する。昇格が、通信能力を喪失したため、艦隊指揮に支障が出るようになり、全艦隊で戦場を一時離脱する。駆逐艦、嵐に通信を代行させるが、その後受信機は回復し、 送信のみを代行させている。その後、健在な空母、随格を敵艦隊に向かわせ、秋月型駆逐艦二番艦、正月への異常と期間の随格への変更を進めるが、敵艦隊攻撃の指揮が続いたため受信機能の高い、昇格を降りるのが長引き、大艦が航空攻撃終了後の19時半頃となり、前線到着が遅れた。その間、 全身部隊指揮官、近藤信武が指揮下の角田各自少々率いる第二航空戦隊を急遽機動部隊に編入させたので11時40分に二航戦に対して敵艦隊攻撃を命令している。二航戦の空母、順洋の航空攻撃で、ホーネットは完全に行動不能となり、最終的に近藤直卒の第二艦隊が撃沈している。日本海軍は、 空母三隻、戦艦一隻、巡洋艦二隻、駆逐艦一隻を撃沈したと誤認し、大本命発表を行った。十一月十一日、佐世保鎮守府司令長官に就任。前任の谷本馬太郎中将が病死したための任命だった。第三艦隊司令長官は南雲から小沢寺三郎を中将に交代。南雲と小沢は共に水来出身で、 第11駆逐隊司令、第8戦隊司令官、海軍水雷学校長、第3戦隊司令官、海軍大学校長、第3艦隊司令長官等々、南雲小沢の順番で着任している。互いに良い飲み相手であり、南雲が別の料亭で飲んでいた小沢を呼び出し、小沢が芸者を引き連れてやってくる関係だった。十一月十七日、南雲中将と、 高木武雄中将は昭和天皇に敗悦。南雲は天皇に軍場を創造した。機動部隊指揮官として、1、彼はすでに準備性減り、戦略的奇襲困難となる。敵を軽視するは不可。2、敵の戦法は合理的なり、各種戦訓を取り入れてお返しなお変えて行う。我も対抗方策を講ずる必要あり。7、敵は、 林慶人にて、降格法威力大、我が降格法は馬鹿にされる。とうとうの先訓所見を述べている。1943年6月21日、クレ鎮守府司令長官に任命。化合作戦2月に参加して大破した、影楼型駆逐艦12番艦、磯フが、クレ交渉に帰還した際、南雲は、視察に訪れ。 これほど損傷した艦を見捨てもせず連れ帰ってくれたと乗組員を称賛した。さらに祖風乗組員と彼らの妻に山口県湯田温泉へ2泊3日のヤン旅行を送った。1943年10月20日第一艦隊司令長官。第一艦隊は1944年2月25日に解体されたため、南雲は 最後の第一艦隊司令長官となった。南雲とサイパン島守備隊幹部。最前列中央が南雲。南雲の左隣が三望長、矢野秀夫1944年3月4日、中部太平洋方面艦隊司令長官権第14、航空艦隊司令長官。鎌倉市の自宅で家族と最後の時間を過ごした後、サイパン島に着任する。 すでに小さくなっていた絶対国防圏の最前線であるサイパンに覚悟を持って着任したのであった。出生する、総公会の席上、今度という今度は、白木の箱が男爵様だと述べた。なお同席した、参謀長、矢野秀夫少将は陽気な人柄で知られていたが、この席では沈み切った表情であった。家族にも、鶴岡八万宮にも出た後、 今度は帰らないと告げている。3月31日、海軍を事県で、連合艦隊司令長官、小上根一が巡職し、公認として、豊田添務大将が就任を求められたが、自分はごめんこうむる。他に適任者がいると、案に、名雲を指名した。サイパンにいた、陸軍特使官護譜は1944年3月、 ゴロ水行者でナグモと知り合い、一緒にテニスを楽しんだという。浴衣姿でビールを飲んでいた、老将校がナグモとは知らずに断りを入れて、友人とテニスを始めたところ、体操服に着替えた、ナグモもテニスに加わった。腕前は下手だったが、若手士官や三浦透とテニスを楽しんだという。だが、米軍の上陸直前には、 緊張と辛労のためすれ違う三浦に気づかなかったという。6月15日にアメリカ軍がサイパン島に上陸してくると迎撃戦闘の指揮に当たった。ナグモは連合艦隊の救援を待ったが小沢寺三郎中将が率いる第一機動艦隊は6月19から20日のマリアナ沖海戦で空母3隻を喪失して完敗サイパン島救援は絶望的となった。 7月5日、サイパン守備部隊の優先に対する天皇から五ヶ章の言葉があり、それを南雲に伝える伝文をもって、陸海の両総長は、サイパン放棄による決別の言葉とした。これを読んだ南雲は6日最後の命令である、サイパン守備部隊将兵に、あたふる命令を中央に打電する。午後10時軍令部、連合艦隊などに、これにて、連絡やむと打電し、 連絡を絶った。南雲は、サイパン前頭の皇軍将兵に次ぐ、米機進行を企画してよりここにに順位を、在島の皇軍陸海軍の将兵及び軍属は、よく協力一致前線関東随所に、皇軍の面目を発揮し、不託の任を冠水せしことを着せり、しかるに、天の時を得ず、地の利を占いむる、脳はず、人の輪を持って、京に及び、 今や戦うに資材なく、こうむるに、方向をことごとく破壊し、戦友相次いで兵る、無念、七尾報告を誓うに、しかも、敵の暴虐なる、信仰依然たり、サイパンの一角を戦友すといえども、とにしれつなる方爆撃下に参下するに過ぎず、今や、止まるもし、進むもし、死生命あり、すくその時を得て、帝国男児の真骨頂を発揮するを様子、よは、 残留諸子と共に、断固進んで、米機に一撃を加え、太平洋の防波堤となりて、サイパン島に骨を埋めんとす。先人君に曰く、生きて、旅衆の片付け名を受けず、有約全力を尽くして商用として、悠久の大義に切るを喜びとすべし、と訓示を行った。約20日間の交戦の末、サイパン島守備軍は玉砕、南雲も自決した。 最後を目撃した第31軍第43、四団三望の開く下かし陸軍中佐によれば、7月6日午後10時頃、司令部にて、斉藤義次陸軍中将が、中央に、南雲が右、井桁刑事陸軍少将が左に正座。日本の方角を向き、滑覆と同時に、それぞれの専属副官に後頭部を打たせた。南雲の最後の言葉は、 副官の、よろしゅうございますかという問いに、どうぞだった。57歳没。2年前のミッドウェイ海戦でナグモと、相対したアメリカ軍のマリアナ攻略艦隊の、司令官、レーモンドスプルアンス大将は、サイパンの占領の報告と一緒に、ナグモの自決の情報を聞き、この作戦で、私が、最も嬉しかったことは、サイパンの敵軍の司令官、 な雲中将の最後であった。彼は1941年12月7日の真珠湾攻撃及びミッドウェイ海戦の際の日本艦隊の司令官であった。ミッドウェイ海戦の後、彼は陸上勤務となって佐世保に行き、それからまた5月にこちらに来ていたのである。スリーストライクのアウトというわけだと皮肉を交えて喜んだ。死後、海軍大将に昇進。 南雲忠和戦前の南雲は、猛将として知られ、海軍内では、数々の武勇伝が伝えられる人物だった。親思いで、上野駅に到着した母を海軍中佐の軍服のまま、背負って歩いた。太平洋戦争では、空母艦隊長官を歴任し、南雲が指揮した海戦における、主な戦果は、米戦艦四隻撃破。 共同戦果を含め連合軍空母3隻撃沈と1隻損傷、従巡2隻及び駆逐艦複数隻撃沈、損害は空母5隻損失、損傷2隻、駆逐艦損傷数隻等だった。しかし、本人の経歴や資質から見て、第二艦隊などの水上艦部隊の方が適任であり、この人事は海軍人事行政の兵であったという指摘もある。 一方で、戦術戦略には、共通分母があり、水雷出身者でもあっても空母に乗って、半年も経てばそれがわかるはずだったとの批判もある。ミッドウェー海戦で、米機動部隊を率い、南雲と、相対したアメリカ海軍のレーモンド・スプルーアンスは、代理で急遽抜擢された、新米帝徳で、機動部隊に所属していたがニオ艦の艦長であり、 空母勤務の経験はなく、ナグモ以上に航空に疎い将官だった。第一航空艦隊、第三艦隊で参謀長を務めた、草加龍之助中将は、ナグモを良い上司であり、また、評判評判のご年であるとしながらも繊細で、人情に厚く、部隊運用についても優れていたと評し、ただし航空船について不慣れであったため、 本来の手腕の発揮を阻害したのだろうとしている。源田る大佐は、南雲中将は静観で激しい性格の持ち主であり、またいかにも長年月にわたる潮風に鍛え上げられた、提徳という感じであった。反面極めて情愛が細かく、部下に対する思いやりが深かったと語っている。淵田光雄大佐は南雲中将について、大佐時代から第一。 水雷戦隊司令官時代までは、いわば満点を与えられるほどの人物であったが、開戦後は発落殺走たりし、赤日の闘志が失われ、何としても冴えない長官であった。早くも猛獄したのではなかろうかと感じるほどであった。作戦を指揮する態度も、大英的であったと評価している。正木女ジョトラ参謀は手記で、ナ雲から厳しく鍛えられ、様々なことを学んだと感謝している。 奥宮正武中佐は、真珠湾攻撃成功の功績を山本五十六頭に返し、ミッドウェー海戦敗戦の責任を南雲に返すのは、矛盾である。と指摘している。長男には、南雲進む海軍将尉がいる。主席は、佐藤一郎主席は、佐藤一郎。陸海軍召喚人事総乱海軍編では、次席は、野村直国である。 ハット後に日向通信長や大佐、この信号をそれとなく催促したものとする意見もある。一方、一交換参謀だった吉岡忠和は、この信号は準備をして知らせる決まりがあったための行動であり、山口が再攻撃を愚心したという話は、それが伝説化したのだろうと語っている。作家の大塚義古は、トネが敵を発見した時点で、 赤木と加賀の並走転換は、それぞれ一個中隊が住んでいただけではないかと考察し、山口の意見具心を却下した件について、アメリカの資料によればこの時点では、飛行艦板に攻撃隊の準備はされていなかった。この状態から発艦させるには最低でも30から45分かかると思われる。発艦するまで、飛行艦板が開かないためミッドウェイ攻撃隊の収容はできず、 上空待機を続けているミッドウェイ攻撃隊は燃料を使い果たし相当数の不時着機が生じると思われる。第一機動部隊司令部は山口に交戦司令官の意見具進の実施は無理と判断した。と主張した。関係者の証言によれば山口の意見具進は並走転換をせず準備が進められている陸用爆弾のままで発艦をするように求めたもので ある。先に訓示せるところに樹皮名語7日敵を求めて、玉砕戦とスるー三三30以降随時当面の敵を求めて攻撃に当たれ7月5日。ありがとうございます。